毎度クリスチャンビジネスマン中村京エピソード121、2月26日月曜日でございます。また平日が、始まりですね。朝から出社して、会社に行ってまいりました。まあそれほど今日どうしてもやらなきゃいけないっていうことが、なくてですね、まあそういう、日に、まあ都合よくちょっとですね、下の子供の調子が悪くて、ちょっと今日早めに帰ってきました。家内はやっぱり人間一人でですね、さすがに二人、面倒を見るのは、一人がね、熱出してたり咳出してたりで、まあぐずってたりするとちょっとやっぱり大変になるので、まあ二人でも大変なんですけど、家内はいつも一人でやってて、まあ今日はちょっとまあ普通以上にその熱出してるやつがですね、大変だったのでちょっと早めに今日は帰ってきました。1時間ほど早く帰ってきてちょっと手伝うことができました。よかったです。本当にね、まあもし仕事がすごい忙しかったりしたら、ああなんかめんどくせえなとか思ったのかもしれないですけど、やっぱりこうやってこう、まあ今日はたまたま自分で結構時間が決められるスケジュールだったので、まあ早めに上がって、喜んで帰ってきて、まあ、このまま今夜は多分、会社の宿題はせずですね、副業の方に、まあ、専念しますけど、まあ、やっぱりどんなにね、やっぱり家族の、まあ、例えば子供が熱出してたりして自分の仕事ができなかったりって、やっぱこうスケジュールが狂うようなことがあったとしても、やっぱりなんだかんだ言って、子供たちが寝た後やっとこう家がちょっと静かになってね、思うことは本当にやっぱり自分の時間とかこう自分の愛情を捧げる家族がいるっていうのは非常にやっぱりやっぱ本当に祝福なんだなっていうふうに思いましたね。ね、自分帰ってきて家が、ね、一人でさ、家が真っ暗だったりしたらやっぱり暇じゃないですか。それはそれでもちろんやることもいろいろ増えたりして、ホビーも増えたりして、まあ、時間の使い方も変わり、いろいろ考え方も変わるので、こういうことは考えないのかもしれないですけど、でもいっぱいやっぱり自分の家族とか与えられて、やっぱりそうやってこう大事にできる、守るものが、できた人としてはですね、やっぱり本当に感謝だなと今日久々思う、一日でした。はい、そんなとこです。今日も非常に寒く、と言ってもそんなに寒くなかったんでしょうけど、ダウンタウンに出社して、マフラーを、つけてるのは僕だけでした。はい、ちょっと寒がりです。南国育ちですっていうのも言い訳にならずですね、南国育ちじゃない親父もですね、実は超寒がりで南国で一人セーターを着てたよくわかんない日本人でした。はい、そんなとこです。今日は、特にこれっていう話はありませんけど、日記までに残しておきたいと思います。どうも。